ま、今回ね、最後なんでね、ちゃんとしたものをやりたいと思ってですね、まあ、映画版の、えー、最後のエヴァンゲリオンの解説をですね、ヤンさんでやるんですが、その前にね、えー、僕の解説で欠けてる部分がたくさんあるんですけど、一番欠けてんのは、あのー、ガチオタの人たちが語ってることに関しては全部すっぽ抜けてるんですよね。で、 ここはね、最後だし、もう埋めていかないとダメだろうなと思って。えー、ね、文脈としてはね、史小説としてのエヴァンゲリオンつって、僕はもう安藤秀明本人の話をずっとしてるじゃないですかで。そうじゃないところについて疑問がたくさんあるわけですよ。それをですね、まあ、その、最初から、95年からずっと掘ってる人がいるじゃないですか、いっぱい。 で、僕の周りにもいましたよ。ね。もう、岡田さんはもちろんのこと、えー、ダロメオンと、えー、ドクター・マクガイアの、この二人はで、ね、も完全なガチじゃないですか。で,できたら、この二人と、一旦ね、えー、話をして、聞いてみたかったんですよね。どうなのこれって。今回のどうなのっていう。で、あれってどうなのとか、素直に僕が聞くっていうのをやってみたかったんですよ。そんなわけでね、えー、今回の対談はもうね、 映画を見終わった3人が喋ってまして、完全にネタバレします。なので、ネタバレが嫌な人は、まあ見た後で見てもらえばいいし、えー、まあ、何、ネタバレとかどうでもいいっすよみたいな人は、あの、見てもらって構わないと思いますが、えー、エヴァと共にね、生きてきたあの2人がですね、まあ奥君たちもそうなんですけど、今どんな気持ちでいるのか <laughs>、エヴァンゲリオン、あれでよかったのっていうトークセッション、 ダロメオンとドクターマクガイアーとお話ししてますので、ご覧ください。はいです。久しぶりです。あ、お久しぶりです。<お>え、では見た、見ましたよ。すぐ見たの。初日、初回見ました。<laughs> そうね、え、ドクターはいつ見たの。あ、でも、僕も初日の昼ぐらいですよ。 ああ、じゃあもう、うん、俺もそうだから、3人とも初日に見てるという。すごいな。<laughs> そう、しかも劇場に行くと、やっぱりこの日を待ち望んだような、もう決、ん、めたようなおじさん、おばさんがたくさんいて、うん。いやいや、ドクターもその一人で。うんまあ、同世代なんですけど。安 <laughs> 全にそう思われてるでしょ。<laughs> そうそうみんな一人で来てて、なんかそ。<laughs> そうなんだ。そう,そう ああで、こう、腕組みしながら、こう、無言で見てるみたいな感じ。うん、僕も、腕組みしながら見てて、そうそう。ああで、気がついたら、両隣にも腕組みしてるんす <laughs> そうそう。みんな、みんな <laughs>。つまり、どんなもんだろうって見てよっていう。<laughs> そうそう。8年待たせて。そうそうですね。ああああ そうそう。だからツイッターにもいろんな人書いてましたけど、うん、たまになんかこう、うん、若者のとかがいて、うん、若者とか楽しそうにポップコーン食べながら見てて、うん、なんか俺もポップコーンとか食いながら楽しそうに見,なか見たかったなとか多いなえ、うん、もう何そういう感じじゃないから。そう、そういう感じじゃない。もうただの映画じゃなくなってるってことだよねそなです。そうなんです。あ<ー>ど,どうだった実際のところさ、その何、はい、こうトンと落ちたああ、もちろん。それは。え、本当に ただ、なんだっけやっぱりこれはあと、例えば10年とか20年して、庵野秀明が離婚したら、また付き合わされるんだろうなと思います。僕、さよならすべての「エヴァンゲリオン」っていうキャッチコピーが載ってて、劇中でも言ってて、でまあのこれでみんなで「エヴァンゲリオン」卒業だねみたいな感じなんですけど、 で、も、まあ、普通に面白くて、わあ、よくできたお話だな、わあ、パチパチ僕、とっくに卒業してたなーっていうあ<ー>。<laughs> ああ、確かに。こうやこってあの、こういうのを並べておきながら言うのはあれですけど。めっちゃ並んでんん <laughs> <laughs> すごい、すごい、ちゃんとセットしてます。<laughs> ちなみに、ドクター、どのシーンが好きだったえ、今回うん、今回。 今回のですああでも今回は、うん、あの黒い綾波麗が田植えするシーンも好きでしたけど。<laughs> うん やっぱりあの日本家屋でその大人になった当時や健介と一緒にご飯を食べようとするんだけども食べられなくて全然知らないおじさんに怒られるってシーンじゃないですか。あったねうんうん。なんかリアル食べ物をそのなにしちゃダメなみたいなさすがにみたいな。リアルとか思いましたよ。 あれなんじゃないのアニメ業界の人は膝抱えてでも許してくれるけど普通の人は許してくんねえだろっていう多分銀行の人は許してくんねえ方みたいなさもしくはんか実家に挨拶に行った時とかじゃない全然エヴァって何ですかっていう人も世の中にいるわけじゃないでそうなんだそういうそれは象徴だね 彼はね、多分モよこか誰かわかんないんですけど誰かの実家あ<ん>まあ誰か付き合ってる女の子の実家に行った時にああいうのがあったのかなとかな,なるほどね。<ー>えドラはどこのシーンが好きだった今回な、あのーうんでその今言ってたその普通に田植えとか好きだったんですけど、うん、一番ちょっとほうって思ったのはやっぱそのジオラマのシーンで、うん、あのーえー、安っぽい CG が、うん。 ちゃんと意味を持って使われてるなっていう。あ,<ー>あんまり見ないな、それはパターンってっていう。なんか CG はいかに綺麗であればやるほどいいみたいな価値観の中で、うん、どやっぱり、ねうん、安っぽい CG の、うん、あドット絵の良さとかあるじゃないですか。うん、で安っぽい CG の良さっていうのがどっかいつかちゃんと出せるのはあるんじゃないかなって割と思ってたんですけど、今回割と答え1個見たなと思いました。なるほどうん、うん いかにも CG で作りましたみたいなエヴァンゲリオンの動きみたいなそうですね。親子対決のところのあれもそう親子対決でその第三新東京あの昔のバンク、うん、テレビ版のガシャガシャガシャンってゴーンって言って、うん、あのシンジが初号機足バーンって踏み出して。あ、うん、あの、うん、<laughs> あの、うん 電話、<laughs> 今日、あの、あのうん、なんだ、電話ボックスがバーンって割れた後に、向こうから13号機来てっていう後に、うん、そこまでは綺麗な作画、あの、手書きの作画のいい感じのテンポで、あの、うん、リズムで動いてるのが、急に安っぽい指示のぬる、変なにぬるぬるした動きで、で、うん、あの、ビルとか投げ倒しても、もうなんか本当に、うん、あの、うん それちゃんと植えてあんのか、その建物ってぐらい、スーってツるツルのか。<laughs> そ,うそうそうそう。で、もう<ご>一緒<瞬>ど、え、どうだったえ、な、なになにって思ったけど、あ、そういうやつかってことで、あの、うん、すごい納得いって、あ、こういう使い方って、実はあ、あの、あい、いつか来ると思ってた安っぽい CG の有効活用じゃんっていう。<laughs> <laughs> え、それって、だからメタ効果ってことあメタ効果もありますし、うん。あのー、あれをやることによって、結局、あれを全部作画でやっちゃうと、メタにならないんですよ。うんうん アニメのまんまアニ,メなアニメになっちゃうんで、そ,うね、そのまんまだもんね。だから安っぽくする、安っぽい手書き意味ってできないですよ、逆に。そうだね。なるほどね。その間、コン,ンテと作画の間の、この境界線の中に安っぽい CG っていうのがあ,、うん、<laughs> あったんだっていう。<laughs> 確かにね。でもさ、これあれだよね、アニメとは何かっていうアニメでしか使えないよね、それって。<laughs> 例えば、今度あれやるじゃないですか。グリッドマンじゃなくて。グリッドマンでもできますし、ありました、ありました。レディプレイヤーの続編でできんじゃないかなと思ああなるほど、そっちか。 えそもそもさその玄道と結の関係っていうのがさその大学の頃のその同級生が忘れられない男の話だもんね。はいはい、そうですねあれだからもう小<う>田さん姫に、うん、とんでもないの入ってきちゃった話で,す、ね、で人,人生をその捧げたっていう男の話で、うん、で後からその律子のうんぬんが入ったところで越えられるわけがないんですよっていう話の狂気についての話でしょあっそうです、ね、あれ。 あれよかったですね。よかったですし、なんかピアノ、ピアノが出てくるのも良かったですね。よかったで、ね、私にとってピアノと本だっていう。じゃオタク、オタクじゃん。オタクでしょう。<laughs> あだからあれ、なかなかとオタクの告白、そうそううん、普通は言わないけど、最後だから全部モノローグで全部言わせようってことでしょう、うねうん、あれって。ももまあ、だから、要は人類保管計画的に、あの、うん、使徒の最終的な正体は分かんないですけど、神だか宇宙人だかによって自白剤打たれたようなもんじゃないですか、はい、<laughs> 人類保管計画って。その設定でやっとリアルになるんだけど。もともと、ほら、庵、うん、野秀吉は。 日高のり子のことが大好きでみたいなところから通じてくる話だと思うんですけど結局日高のり子はね別に安野秀明と結婚しなかったから付き合いもしなかったからここまで来てるんだと思うんですけどね結局今付き今結婚してる相手は安野もよこなんで現状認識の話としてこうなるだろうなっていうのをうん、うんまああーあって思いながら。 答え合わせのように見てたんですけどそうだ面白かったのはじゃあその安野もよこがそのまた漫画描き始めたじゃないですかちょっと待ってくださいあのあれかハッピーマニアハッピーマニアはい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 ははいはい <laughs> うん、もう離婚離婚を旦那から切り出されて、うん、で離婚するみたいな話なんですけどねっ、うん、つまりその、うん、ねこれ2019年からでしょ連載が、うんえーね、だから安野,、うん、安野秀明が、うん、<laughs> あのこの「新エヴァンゲリオン」を作って、うん、わーってなってる時に、うん は離婚の話を書いてるわけ。です、ね、<laughs> それはすごいな、うんうん。ああ、恐ろしいって思いますよね。だ、うん、っとあの日焼が嫁のおちびさんと。なんかハリネズミのジレンマの絵本とかを入れて。も、うん、うね、嫁をこう美術にジャスティングしてる。ちょうど同時期に、うん、あんたもよこは。うん、しげ、自分の分身のしげかよが、離婚の話を書いてるわけですよ。うん、なんか。はあ。 これはやっぱり20年後にまた帰ってきた新エヴァンゲリオンがやられるんだなって思います、ね、<laughs> あの最後ちょっと自節だけちょっと聞いてもらっていい、はい、今回ちょっとね安野秀明論考えてたんだけどあのトイ・ストーリーのウッディっているじゃない、はい、あれってそのおもちゃでいる自分っていうことを自覚しておもちゃをとそのやり続ける。 キャラクターじ俺安野秀明ってウルトラマンになる瞬間にウルトラマンというおもちゃになったっていうのを途中で自覚したんじゃないかって気がするのね。あ<ー> <laughs> だから安野秀明は途中からは俺みんなのおもちゃになるっていうところをその落としていかなきゃいけないっていうフェーズが続いてて今回最後に。